ナギーブ・マフ・フーズはエジプトの作家、小説家。70年にわたる作家人生の中で小説34作品のほか短編小説350以上、多数の映画脚本、演劇作品5作品を生み出した。エジプト国内では1980年代までにマフ・フーズが脚本した映画が25本、小説の映画化が30本以上、制作された。 エジプト国外での映画化を含むとそれ以上になる。代表作に、バイナルカスラインを含む、カイロ三部作、街角の子供たち、渡り鳥と秋、新起郎、ハーネルハリーリー史上、ミダク横丁など。1988年に、エジプト発、アラブ圏発のノーベル文学賞を受賞した。なお、生涯を通じて、カイロの外へ出ることは滅多になかった。 カイロ級市街を代表するスークの一つ、ハーネルハリーリーのグーリーモンに店を広げるランタニア。1911年12月11日にカイロの海中流階級のムスリム家庭に生まれた。南山の末、誕生した新生児に家族は分娩に立ち会った医師の名前をもらって名付けた。7人兄弟の末っ子で兄が4人、姉が2人いた。 すぐ上の兄とも10歳は年が離れており、まるで一人っ子のように育った。作家は後に自分に普通の兄弟同士のつながりがなかったことを嘆いている。アメリカン大学回録を出版局のウェブサイトは、このことが彼の作品の多くに共通して見られる、兄弟愛のテーマに影響を及ぼしたと分析する。マフフーズの一家は安定的で愛情にあふれた家庭であり、 幸福な少年時代を過ごしたと見られる。マフフーズが時代遅れの人だったと形容する父アブデルアズイーズ・エブラーヒームは役人だった。母ファーティマはアズハル大学の長老ムスタファカシー社の娘であった。彼女自身は文盲であったものの、エジプト考古学博物館やピラミッドのような文化的な場所への小旅行に少年時代のマフフーズを頻繁に連れて行ったという。 一家は経験なムスリムであり、マフ・フーズは宗教的に厳格な環境で育てられた。あるインタビューでは、そうした幼少期の宗教的な雰囲気を詳細に語り、あの一家から芸術家が誕生するなんて想像もできなかっただろうねと述べている。1919年のエジプト革命は、後々まで続く強い影響を作家に与えた。当時7歳の幼いマフ・フーズは、 イギリスの兵士がデモの参加者なら男女の区別なく発砲する様子を何度も目撃した。子供の頃の私を最も不安にさせたもの、それは1919 19年の革命だったと言えると、マフ・フーズは後年語った。マフ・フーズの一家は、彼が誕生した当初、カイロの旧市街中心部にある、ガマリー役にあるベートイコールルイコールカーディ地区に住んでいた。この界隈は、 ファーティマ町がカイロの街を建設した時からある歴史の古い地区である。1924年12歳の時に旧市街の北辺にあるアッパースイン役に移った。アッパースイン役ではカイロ三部作のカマールのように初恋も経験した。ミダク横町やカイロ三部作をはじめマフフーズの小説には作家が幼少期を過ごした外区を舞台背景とするものが多い。 小学生の頃は、探偵小説、歴史小説、冒険小説を読みふけった。中等教育の学校に上がると、ターハーフセイニや、サラーマムサー、フェビアン協会の知識人たちが書いた本を熱心に読み、影響を受けた。とりわけターハーフセイニや、サラーマムサー、モハメドハサネエンヘイカル、イブラーヒームアルイコールマージニーといったアラビア語のフィクションに、 新しい手法をもたらした作家たちの作品は短編小説の書き方というものをマフ・フーズに教えてくれた。中等教育を終えたマフ・フーズは1930年にフワードエッセイ大学に入学を認められ、そこで哲学を学んだ後、1934年に卒業した。書くことが好きで数学や自然科学にも早い頃から興味を示していた。 マフフーズが哲学を専攻した理由は、多彩な詩人、アッパース・アリュア・カードの著作に感化されたためであった。その後1年間は、哲学修士課程に在籍していたが、1936年に研究の中断を決意し、プロの文筆家になった。マフフーズは、リサーラ氏のジャーナリストとして働きながら、日刊誌、アハラームやヒラール氏に短編を寄稿し始めた。 グーリーハーンカーに属する建築の一つ。1934年に哲学の学士を取得した後、24歳のマフフーズは父と同じ道を選び管理になった。以来、1971年に退職するまでの間、複数の観光庁で様々な地位に就いた。最初はフワード一世大学で事務員をした。1938年には、 アウターフ詳という枠府を管理する役所の政務官になった。1945年、33歳のマフフーズは、ガマリー役の自分の生まれ育った家のすぐ近くにある、グーリーハーアンカー内の図書館への転属を希望する。マフフーズはそこで、有料資金貸付計画の一環として、幼い頃から見知った、この界隈の隣人たちと世間話をするという仕事を、受け持った。 グーリー・ハーンカーの図書館に勤務していた頃は、多くの人の様々な人生を観察するとともに、数多くの西洋文学を乱読した時期でもあった。この頃は、シェイクスピア、コンラッド、メルヴィル、フローベール、スタンダール、トルストイ、プルースト、オニール、ショー、イップセン、ストリンドベリがお気に入りの作家であった。1950年代以降マフフーズは、芸術調の検閲官。 映画支援財団の理事などの役職を経験した後、最終的に文化省の顧問になった。マフフーズは43歳になるまで独身であった。それは結婚に伴う制限や束縛が自分の文学者としての未来の邪魔になると考えていたためである。私は結婚が恐ろしかったのです。特に兄弟たちが結婚したがゆえに付き合わねばならない。 冠婚総裁にてんてこまいしているところを見るにつけ、怖くなりました。この人は、誰それのところへお邪魔した。あの人は、誰それのところから招待を受けたってね。結婚生活は、私の時間を全部奪ってしまいそうだと感じていました。お呼ばれやら会合やらで、精一杯、自由がないと思ったのです。彼はその考えを口に出して明らかにもしていたが、1954年に、 アレクサンドリア生まれのコプト派キリスト教徒の女性と静かに結婚した。夫妻は最初、ナイル川西岸ギーザのアグーザ地区のハウスボートに住んでいたが、同じ地区の集合住宅に引っ越した。マフフーズは人前に出ることをあまり好まず、特に私生活に関する質問を受けるのを避けた。それは雑誌やラジオ番組の馬鹿げた話題に消費されるだけと考えていたからであった。 マフフーズは、18から19世紀イギリスの作家、ウォルター・スコットの歴史小説群に影響を受けて、全30編からなる小説群により、エジプトの歴史全体を網羅する計画を練った。その試みは、歴史小説、アベス・エール・アクターと、ラガピス・キー・ファティバの執筆に身を結んだが、3作目を書き終えた、後のマフフーズの興味は、歴史から現代へ、そして、 社会の変動が、姿勢の人々の心理に与えるインパクトを描き出す、ことへと移った。以後の初期作品のほとんどは、ほぼ同時代のカイロを舞台にする。カーヒラ・トゥル・ジャィーダは、エジプトが、名目上の独立を得た1930年代の、カイロ、トルコ人やチェルケス人の官僚統治は縮退したものの、イギリスの影響下に置かれ、欲不可なファールーク一世体制下でひどく腐敗した。 官僚組織におけるエタズを望むニヒリストが主人公である。英語への翻訳を行ったウィリアム・ハッチンスはカフカの愛読者であり管理としての経験もあるマフフーズがカフカとは全く異なるやり方で官僚主義がもたらす非人間性というカフカと同じ結論を描き出したことに注目する。続くハーネル・ハリー・リー史上の舞台設定は1942年の カイロ一番のスーク、ハーネル・ハリーリー。ドイツ軍がエル・アラメインまで迫る中、この有名な市場には、ドイツ軍も手出しをせず、爆撃をしないだろうと狭いハーネル・ハリーリーに避難するカイロッコたちの姿を描く。多種多様な意見を持つ登場人物たちは、古い井戸と新しい井戸のどちらがいいか、歴史と近代のどちらがいいか、特進と世俗主義のどちらがいいか、議論を交わす。 こうした議論はこの史上の伝統である。作者は、ドイツ軍の爆撃のように、過去をぶち壊すことによって初めて、進歩は成し遂げられるのではないかという問いを投げかける。磨く横丁は、第二次世界大戦中のカイロの貧民街が、舞台である。このままでは、売春婦になるしかない貧民街の、束縛から逃れようとする意志の強い娘を中心に、美少年好きのカフェのオーナー、 新人深い若者、身を持ち崩した男、ポン引き、債務者の手足を追って、フグの物乞いに仕立て上げる男など、様々な登場人物が生き生きと描かれる。マフフーズ作品の中でも高い人気のある、ミダク横丁は、1995年に舞台設定をメキシコに置き換え、ミラグロの瞳の題名で本案、映画化された。カイロ三部作の三作目のタイトルになっている。 佐藤や横丁の門、1878年の絵、マフフーズの1950年代の創作の中心はカイロ三部作にあった。マフフーズは小説の舞台を自分が生まれ育ったカイロの町に設定し、三部作を構成する各小説のタイトルに三つの異なるカイロの通りの名前を付けた。 主要登場人物は、昔カタギのアフメド・アブデルガード氏とその家族3世代。彼らが19、1919年の革命から、エジプトを、ファールーク一世の大位までの時代を生きる姿を描いた。ところが、三部作を完成させた後の数年間、マフ・フーズの創作のペンは止まってしまった。理由は王政を打倒したガマール・アブドゥナーセルの新体制に失望したからである。 しかしながら1959年に執筆を再開したマフフーズは旺盛な創作意欲を取り戻し長編小説、短編小説、報道、回顧録、エッセイ、作劇のジャンルで作品を量産した。アブドゥンナーセルについては後年1998年のインタビューで彼が現代において最も偉大な政治指導者の一人であると感じるようになって久しい。 彼がスウェズ運河の国有化を宣言してようやく私は彼のことを全面的に高く評価するようになった。と述べている。1959年に出版した小説街角の子供たちはゲベラーウィー氏と子孫の物語。頭の古いゲベラーウィーは不毛な砂漠のど真ん中のオアシスに集合住宅を建てた。しかしこの家は世代を超えて続く一族の反目の 舞台になる。本作は表面的には平凡なエジプト人の暮らしを描写した作品である。ところが子供たちの家族がアブラハムの宗教と呼ばれるユダヤ教、キリスト教、イスラーム教のそれぞれを暗誘していると解釈することもでき、主要な作中登場人物をカインとアベル、モーゼ、イエス、ムハンマドの人生のアレゴリーに否定する読みも可能である。本作は アラブ圏のほぼ全域で出版が禁止された。発禁とならなかったのはレバノンにおいてのみである。1960年代の作品は神から遠くへ離れていく人間をテーマにした実存主義的小説が多い。1961年執筆の盗人と犬の主人公はマルクス主義者の盗人である。彼は刑務所から釈放され復讐の計画を練るが、 思わぬ運命に見舞われる。1966年に出版した小説、ナイル川を漂う船の上でのおしゃべりは、アブドゥンナーセル時代のエジプト社会の大敗を批判する内容を含み、アンワル・サーダーと体制下で映画化もされたが、前大統領をなおも慕うエジプト国民を刺激しかねないという理由で、サーダーと体制により発禁処分にされた。そのため、 よく知られた作品であるにもかかわらず、1990年代後半になるまでエジプト国内で手に入りにくい状態が続いた。1960年代から1970年代にかけてより自由な構成で小説を組み立てることを試みた、マフ・フーズは内的モノローグを多用するようになった。1967年の作品、ミーラー・マールは6人の語り手が、 それぞれ一人称で語る複数のモノローグで構成されている。語り手の中には、社会主義者もいれば、アブドゥンナーセルを支持する、日和り主義もいる。1960年代初め頃、アレクサンドリアの崩れかけた優雅な別荘、ミイラーマール荘に集まってきた登場人物たちは、それぞれどこかに疎外感を感じている。彼らはそれぞれ異なる政治的意見を述べるが、 物語は美人の田舎娘、ゾフラを中心に話が進む。ミーラーマールはマフフーズ作品の中で最初に英語に翻訳された作品である。センカズヨ物語の夜、1981年やイブン・ファットゥーマの旅行記では、アラブまたはエジプトの文化的伝統の観光雑誌に挑戦した。千カズヨ物語の夜は、千カズヨ物語の後日談という設定で、 シェヘラザードが登場し、昔話を語るゲイのパロディを展開する。イブン・ファットゥーマの旅行記は、中世の大旅行者、イブン・マトゥータのリフラのパロディである。歴史上のファラオを取り扱った、アクエン・アテン、真実に住む者は、新旧二つの宗教、それぞれの真実の葛藤がテーマである。マフ・フーズ50歳の誕生日を祝うパーティーにて、 手前にいるモハメド・ハサネーン・ヘイカルト・ウンム・クルスウムの間の奥に作家が見える。1962年12月。マフ・フーズは70年を超える作家人生の中で34編の長編小説、350編以上の短編小説、無数の映画脚本、5本の舞台脚本を書いたが、最もよく知られる作品は1919 19年の 革命から1952年の革命まで三世代にわたるカイロ人の一家の物語を描いたカイロ三部作であろう。タウフィークエルハキームと共に実存主義という文学的テーマを追求する現代アラビア語文学の第一世代の一人とみなされている。マフフーズは出版社ダール・エル・マーレフの役員を務めていた。その小説の多くは日刊紙アハラームに連載され、 視点という大の週刊連載コラムもあった。ノーベル賞受賞以前は2、3編の小説が西側諸国に知られているのみであった。マフフーズの3文は撲突な物言いが特徴である。扱うテーマは幅広いが、社会主義、同性愛、神をテーマにした文章はエジプトにおいて出版が禁じられてしまった。マフフーズは20世紀におけるエジプトの発展を描く一方で、 東洋と西洋の双方からエジプトにもたらされた知的文化的影響をつなぎ合わせる。彼の作品に見られる非エジプト文化の要素は若い頃に熱中した西洋の探偵小説や19世紀ロシアの古典から始まり、プルースとカフカ、ジョイスといった現代の作家にまで及ぶ。マフフーズ小説の筋書きはほとんどの場合人口中密なカイロの街稼働で、 姿勢の人々が社会の近代化と西洋的価値観の誘惑に対応しようともがくというストーリーである。長編、バイナルカスラインをはじめ、出身地であるカイロの旧市街を物体にした作品が多く伝統と近代化の間に翻弄される庶民の姿などを描き、エジプトのバルザックとも例えられた。また、宗教的な寛容と節度を主張していた。 民主化などで政府に注文もつける一方、イスラム原理主義にも批判的な立場を取った。マフフーズの著作の多くは政治を扱っており、そのことは作家自身も自覚している。私の書くものは全部に政治が見出せるだろう。愛とかその他の主題をそっちのけにして、政治のことを書いている話だと思うかもしれない。しかし政治は私たちの思想の重要な数軸なのだよ。 と、マフ・フーズは語った。マフ・フーズが、エジプト人ナショナリズムの信奉者であり、ワフ・ドトの神派であることは、多数の著作から読み取れる。若い頃には、社会主義や民主主義の理想に、心惹かれていたこともあった。社会主義的理想主義の影響は、諸女作と第二作目の小説に顕著である。また、晩年にも、これら理想主義に回帰した。社会主義と、 民主主義への共感に相応して、マフ・フーズはイスラーム過激派に反発した。作家は若い頃から個人的にサイード・クトゥブを知っていた。クトゥブは原理主義に傾倒する以前は文芸批評に大きな興味を示していた。後年ムスリム同胞団に多大な影響を及ぼすことになるクトゥブであるが、マフ・フーズの才能を1940年代半ばに、 最初に認識した批評家の一人でもあった。マフ・フーズはクトゥブが軽視する少し前1960年代病院にいるクトゥブのところへ見舞いに行ったこともある。その一方で半自伝的小説鏡の中ではクトゥブを非常にネガティブに描いている。マフ・フーズは1952年のエジプト革命の原動力となった思想には共鳴したけれどもその思想の実践が 中途半端に終わった結果には失望した。1967年の6日間戦争におけるエジプト軍の敗北にも失望した。マフフーズはナビール・ムニール・ハビーブやリーダー・アスラーンのようなエジプトの新世代の法律化に影響を与えている。1978年にサーダーとがキャンプデービッドでイスラエルと結んだ和議に対してマフフーズは公然と支持を表明した。 マフフーズは社会に対して、いつも、寛容と中用を呼びかけていた。マフフーズへの反発は大きく、多くのアラブ諸国で作品へのボイコットが広まった。この状況は10年近く続き、マフフーズのノーベル賞受賞で、ようやく変化した。マフフーズは、作品の外側で起きた論争に萎縮することは、なかったが、エジプトの文筆家や、知識人の多くがそうであるように、マフフーズも、 イスラーム原理主義者の殺害すべきものリストにリストアップされた。マフ・フーズは1988年にノーベル文学賞を受賞した。アラビア語圏の文筆家としては初めてのノーベル文学賞受賞者である。マフ・フーズの元に届いたスウェーデンからの手紙には、豊かで入り組んだ作品は、私たちを人生の本質への最高へと誘う。様々なシチュエーションで、 時と愛や社会と規範、知識と真偽の本質といった主題が繰り返され、読み手の思考や感情を喚起するような斬新なやり方で提示される。また、あなたの三分の指摘価値は言語的障壁を超えて感じ取ることができる。と書かれていた。サルマン・ラシュディが1989年にルーホンラー・ホメーニーから非難を受けた際には、 悪魔の疑いイスラームを侮辱していると指摘しながらもラシュリを擁護した。マフフーズはルーホンラーホメーニーが発したラシュリ死刑のファトワーよりも表現の自由を重視した。ファトワー直後にマフフーズは知識人80人が集まって宣言した文筆家を殺そうという呼びかけが文筆家への攻撃にならないの同様に神への冒徳が イスラームやムスリムへの攻撃にはならないという宣言に参加した。1989年の悪魔の歌の出現は過去の街角の子供たちに関する議論を再燃させた。エジプトを拠点とするイスラーム過激派組織、ガマーア・イスラーミーアの首領、盲目のシェフことオマリュ・アブドゥッダフマーンは、ジャーナリストに対して、マフフーズが何かしらの罰を受けたら、ラシュィは、 自作を引っ込めるだろうといった趣旨のことを話した。オマル自身がその言葉をマフフーズ攻撃を示唆するファトワーであると認めることはなかったが、マフフーズは1994年10月にカイロの自宅を出たところで暴漢2名に襲われ刃物で首を切りつけられた。襲撃犯らはオマルの声明をマフフーズ殺害を呼びかけるファトワーとして解釈したと見られている。 82歳の老小説家は7週間入院し、命に別状はなかったものの、右上腕部の神経をやられた。また、眼球を動かすのに苦労するようになり耳も遠くなった。暗殺未遂事件後のマフフーズは、1日に数分しか、執筆に取り組めなくなった。カイロの弁護士、ナビール・ムニール・ハビーブのオフィスに身を寄せ、ムニールの書庫を図書館代わりにした。 ボディーガードに常時守られながらの生活であったが、それでも執筆を続け、1996年12月11日、85歳の誕生日に自伝を出版した。2006年の年初には、最後の作品となる、第七天国を発表した。第七天国は、死後の世界を描いた短編を含むオムニバスである。現代のありさまあるサビアア・七ナナある、天国の 第7番目を意味し、殺人により、第一天国に来た男が第7天国を目指す。話や、人生の秘密や魅力に溺れたくなくば、近くにある森に近寄ってはならないと忠告される。ティーンエイジャーの話など、マフフーズが過去に書き綴ってきた、歴史小説や自然主義文学とは全く異なる、幻想文学が展開された。 フセインモスクのイマームフセインの墓2006年7月16日、マフフーズは深夜の散歩中に倒れ、頭に怪我をして入院した。カイロ市内、アグーザ地区の警察病院の集中治療室で治療を受けていたものの、同年8月30日に人不全と肺炎により死去、94歳だった。翌日、ムバーラク大統領が指揮する軍隊による国葬が行われた。 作家が眠る棺を中心とした壮列は、個人の望みにより、ガマリーや地区のフセインモスクに少し立ち寄った。ここは、イマームフセインの首が埋葬されているという信仰の、あるファーティマ朝時代に建てられた古いモスクである。マフフーズの聖火から目と鼻の先にあり、作家が幼い頃よく母に連れられて、礼拝に来たモスクでもあった。その後、壮列は、 カイロ郊外のマディーナとナスルのラシュランモスクへ向かい、そこで葬儀と埋葬が行われた。マフフーズは生涯を通して滅多にカイロの外へ出なかった。エジプト国外へ出たのは生涯で3度だけ、イエメンとユーゴスラビア、そしてイギリスに手術のため訪れたことがあるのみであった。ノーベル文学賞の受賞式すら高齢を理由にして出席を断り、娘たちを代理として、 スウェーデンに送った、ありがとうございます。